バレーボール第5回 V リーグは1998年12月23日から1999年3月14日にかけて行われた V リーグの大会である。2回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績4位までのチームによる変則トーナメント戦を行い優勝チームを決定する。 12月23日、12月25日、12月26日、12月27日、1月8日、1月9日、1月10日、1月15日、1月16日、1月17日、1月22日、1月23日、1月24日。 1レックの結果2月5日2月6日2月7日2月11日2月13日2月14日2月15日2月19日2月20日2月21日2月26日2月27日2月28日2レックの結果3月12日3月13日3月14日3月13日3月14日この結果、豊田豪勢と朝日火星が 次期リーグの残留を決めた12月23日、12月25日、12月26日、12月27日、1月8日、1月9日、1月10日、1月15日、1月16日、1月17日、1月22日、1月23日、1月24日。 1レックの結果1月29日1月30日1月31日2月5日2月6日2月7日2月11日2月13日2月14日2月15日2月19日2月20日2月21日2レックの結果3月5日3月6日3月7日前述の通り V リーグ9位10位及び V1 リーグ1.2位が出場予定だったが V リーグ10位の小田急がキュー部となったため、3チームによる総当たりリーグ戦として実施された。3月12日、3月13日、3月14日後の結果、東芝シーガルズが次期リーグの残留を、JT が次期 V リーグへの昇格を決めた。ありがとうございます。